オブ・ジャパニーズ・ガーデニングは、アメリカ合衆国において、各月間で発行されている、英語の日本庭園、日本建築専門雑誌。ウェブサイトでは、ジャパニーズ・ガーデン・ジャーナルやスキーやリビング・マガジンの名称も併用されている。雑誌の正式な代号は、スキーやリビング・ザ・ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニングとされる。創刊は1998年。発行人のダグナムロスは、 海軍兵学校卒業後日本に渡り、鎌倉で5年間の造園修行を経て、米国名演習で日本建築家として活動している人物である。編集は日本語を理解し、日本での生活、造園修行の経験があり、日本庭園に関する学位を取得した少数のスタッフによって行われている。雑誌の内容は、造園、建築技術に関するものを中心に、 盆栽、家具、衣装など、広く生活、環境を通した日本文化の理解にわたっている。このほかブックレットの発行や、庭師のトレーニングワークショップの開催、京都の庭園ツアーなどを行っている。注目を集める記事には、定期的に行われる世界の日本庭園調査や、優れた日本庭園のランキングなどがある。表紙タイトルについては、初期には、ロート D.N. S, S of ening, Living, Journal of Japanese Gardening, ントスキアリビングザジャーナルオブジャパニーズガーデニングが併用されていたが、2005年より後者に統一された。日本の国立情報学研究所が運営するデータベースのシニイでは、前者を2007年までとし、2008年以後の後継者として後者を扱っている。発行者側は日本語訳代としてスキアリビングマガジンを示している。 日本国内では、スキーやリビング、ザ・ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニングに対して、スキーやリビング、ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング、スキーやリビング・マガジンに対して、スキーやリビング・マガジン、スキーやリビング・マガジンなどの日本語訳題で紹介された例がある。名の由来である、早間市を最高園連続1位を占める足立美術館、庭園、名の空間として、高評価の山本帝2002年に、 日本国内の優れた日本庭園、あるいは、スキヤや生活空間、スキーやリビングエンバイロメントを選出する、塩祭プロジェクトを開始し、2003年から毎年、塩祭ランキングを発表している。この名称は、発行人のロスが、神奈川県葉山町で暮らしていた際、家の近くにあった、葉山塩祭公園が素晴らしい庭園であるにも、かかわらず、日本ではほとんど知られていないことから、 同じように渦もれている素晴らしい庭園があるのではないかと考えたためである。ロスは日本における庭園の評価が歴史的な重要性や規模を重視して行われていると考えており、これに対して庭園の質による評価を打ち出している。ランキングには一般公開されている庭園に加え、ホテル、旅館や料亭内の庭園なども含まれており、 今現在の質に満足できる場所のリストアップを施行している。また、建築との組み合わせも着目点として特に記すところであり、ランキングを日本で最も質の高い庭と建築のコンビを見出そうとする試みとしている。プロジェクトに参加しているのは定期的に本市への寄稿を行っている専門家たちで実際に訪問した庭園に順位付けをして、 評価特典を与え、複数の参加者から評価を受けた庭園について、その評価特典を平均するという形式で行われる。質に関しては、各評価者個人の基準に委ねられている。プロジェクトでは、茶庭の静寂を好む方もいれば、孫が遊ぶ庭を愛する方もおりますとしており、足立美術館と山本庭のように異なる、指向性の庭園、施設が、ランキング上位に同居する。 発足2年目の2004年には631庭園の中から選ばれたが、挙げられる庭園は、回を重ねるごとに増え、2015年調査の時点では、1000以上の庭園がリストアップされている。既存の知名度を考慮しないため、ランキングの指導後に選出されたものの中には、ロスもそれまで聞いたことのなかった庭園もあるという。プロジェクトでは、知名度の低い庭園の紹介を、 むしろランキングの革新的な役割として位置づけている。ランキングの特徴としては、発足以来島根県の足立美術館が連続して1位を占めていることが挙げられる。足立美術館は庭園も美術作品とする認識がスタッフに共有され、環境が細やかに維持管理されていることが高く評価されている。第2位もランキング発足以来、桂離宮が不動の座を占める。 第3位以下の順位はしばしば変動するが、第3位に最多の8回入っている東京都葛飾区芝又の山本邸は、月夜建築と庭の調和にとどまらずホスピタリティ面も、含め、おじいちゃんの家の座敷で美しい庭を見ながらのんびり、過ごすような和みの空間として高い好感度を得ての高評価である。なお、塩祭プロジェクトのきっかけとなった早間塩祭公園も、 2007年ランキングで27位に入って以来ランキングに名を連ねている。毎年のランキングのうち上位5位は以下の通り。名称はランキング発表当時のもの。平安会館は古書西京と平安ホテルの旧称である。上鳥園南と海術館は経営母体を同じくする別施設。このほか北米、英国、アイルランド、オーストラリアについても 日本庭園の調査ないしはランキングを不定期に行っている。2016年6月現在、北米では2004年、2008年に続き2013年が行われており、3度とも、ポートランド日本庭園、アンダーソン日本庭園、小風荘がベスト3を占めている。他の2地域では2003年の調査を含めこれまで2回行われ、英国、アイルランドでは2009年、 オーストラリアでは2007年が最新のものである。ありがとうございます。